はい、今日のドライブは中央駅西口付近の道路からスタートです。ちょうど今下校時間ですね。いろんな学生服を着た人がこちらの方に向かってきます。ここ宮田通りを通ってですね、ここは普通の、中央駅近くの人はよく利用するところなんでしょうけど、そこをまっすぐ行って新川という川沿いに今日は、下がっていきたいと思います。今気づきましたけど、この左側のビル、高徳寺って書いて、高徳、高照寺か。お寺さんなんでしょうかね。本館って書いてありましたけど、駐車場なんだろうか。木々の新緑っていうのが綺麗ですね。緑、やっぱり目に優しいからかな。なんかふーって木が落ち着くような気しますよね。こう何もないところよりも。ここをですね、左折しますね。右を流れるのは新川という川だと思います。通勤の帰りが始まってるわけじゃないんでしょうけど、会社に帰る車なんかがこの辺をよく通るんですよね。しかも このチャンネルを何回もこう見てる人は気づいたと思うんですけど、口数が少ないでしょう。なんかね、本当にこう道案内しようかと思ってさっきからこう考えてるんだけど、本当知らなくてですね。ほんで景色はこういいですからね。ああ、鹿児島っていうのはこういう、小さな川沿いにこういうのがあって、こういう街並みなんだってね、分かってもらう人にはもう音を消してもらって、自分の好きな曲を聴いて、で自分の好きな飲み物を飲みながら見るとグッドグッドだと思うんですよ。ほんで7ちゃん8ちゃんでも、この私が苦し紛れにどういうセリフを吐くかとかですよ、困るところを見てもらうのもいいのかもしれないな。
あれがね、だけどね、このいつもここ最近言う自動音声、自動音声翻訳機能、あれさえできたらですね、鹿児島弁講座をしたいんですよ。例えば、何がいいっけ？簡単な言葉がいいですね。ああ、まあ違うがいいか。違うって、これも他の動画でも使ったんですけど、鹿児島弁では、あ、違う、鹿児島弁では違うよっていうことをこう言います。ちごどう？で、これを翻訳で、日本語でしてみたときに、ちゃんと鹿児島、いわゆる標準語で、標準語って、文字で標準語もクソもないですけれども、鹿児島弁で言えば違うよっていうことを稚語と言いますっていうふうに翻訳したとすれば、どこの国の方がそれを自分の母国語で変換した時に、ああ鹿児島では違うよっていうこと、稚語って言うんだなっていうのは分かってくれると思うんですよ。そうしたら、このいわゆるこの街、道路案内じゃなくて、オール鹿児島弁講座、いいね君はっていうのを、いいね君はっていうのを鹿児島ではこう言います。よかなおはんな。これをさ、いや、これをさって、これがね、ちゃんとね、今日例えばこの動画を見てですよ、そう翻訳されてたら、僕はもう次からそれをしますよ。ある一定時間だけね、最初から最後までじゃなくて、よかなおはんな、よかなおはんな。 これは鹿児島弁で言ういいね君はっていうことです。皆さんも一緒にさん、はい、どげんじゃろかーい。まあもっとも、これは最近の、言葉は使いませんけどね。まあ昭和の鹿児島弁、昭和の鹿児島市内の、まあ僕が、知ってる人たちと使う時がこういう、どげんじゃろかいなっていうのはどうなんだろうな、ちょっとニュアンスが違うんですけどね。どげんじゃろかいな、ただどうなんだろうって、私が使ったこの言葉を果たして YouTube の自動音声変換じゃないな、自動翻訳機能がどう翻訳してくれるかによって、ドライブ鹿児島の今後が決まると言っても過言ではございません。はい。ああ、そうだ、ここからね、ずっと練習していきますね。今日の終着点はですね、マリンポート鹿児島。久しぶりですけどね、そこにしましょう。信号待ちでもやろうかな。なんかこう、言い争う時の言葉の応酬っていうのが、そこの地域の特徴が出るんじゃないかなと思うんですよ。いらっしゃいませとか言う、おじゃったもんせとか言う、まあ、ここはほとんど使いませんからね。もう観光用語ですよ。おじゃったもんせ、おじゃしたかって、いらっしゃいましたかっていうのは、使いません。今、鹿児島で使うのは、今、普通使うのは、あら、キャットとな。いや、これは迷惑じゃないんですけども、不意の訪問者が来た時、あら、キャットとな。あら、キャットとな。っていうのは、ないことだけど、どうして来たのっていうニュアンスも含めてですね、なんですけども、こういう、ほら、会話っていうか、その、
私の使う鹿児島弁講座っていうんだったら、そう、割と淀みなくできるんですよね。ないか、何かないけ、あ、何かないかなっていうのは、ないかねけねえ、ないかねけえって言いますね。ないかねけえって言うと、そうすると、何をするのっていう時に、なよしゃっとなって言いますよね。なよしゃっとなっていうのは、何をするのって、その鹿児島弁講座で何かいい、教材になる、ちょっとこれ話が長いな。何かなけ。あ、そこにあるのは、オプシアミスミですというのは、そけやったな、オプシアミスミ、こんな感じですよ。だからこれを聞いてですよ、外国の方が 鹿児島弁をマスターして、鹿児島に来て、向こうが、ホテルな、ホテルに着いた時、向こうの、フロントの人が、鹿児島弁でやねっていう時に、こっち、向こうの外国の人が、私ちょっと、これは私は知ってるよっていう意味ですけど、私ちょっと、って言うと、どうしてですかっていう時に、このチャンネル、おまかせテレビで見ました、私は。って言ってくれりゃ最高ですよね。まあ、そうなるともう 今は50何人か、50、今、今日現在が57人だったんですかね。それも、どうだろう、5、600人は行ってるんじゃないですかね。まあ、そうすると、ほら、私もちょっと今、元気が出たでしょ、声に。そうなるとですね、張り切りますよ。ここに、実は作ってあるんですけど、鹿児島弁したい標準語っていうやつで、どこに行くのとか、そういうのはもうちゃんとある。どけっきゃっと。あ、これ一つだけ、ほんじゃマスターしていきましょうか。どけっきゃっと。 そう、とって、ここがですね、やっぱ鹿児島弁のニュアンスですからね。どけっきゃっと、ちったらダメですよ。どけっきゃっとなーっていうのもありますね。だから、何ですかね、三段活用とか、いろいろありますでしょう。下三段活用とか、なんとかっちゅうの昔習ったような気がするけど、それとは当てはまないかもしれんけど、場合によっては、どけっきゃっとーっていうのもあるし、どけっきゃっとー これは言わないな。どけっきゃっとなーっていう子は、こういうニュアンス。私が、外国人に伝えたいのは、鹿児島弁、まあ日本の子供もですけど、鹿児島弁はすごく表情が豊かですよって。一つのどこに行くのってあれした時も、例えば、かねてはおめかししない人が、例えば僕もそうですけど、背広を着ない人間がきちっと背広を着て、どっか出かけるところに出くわした時は、どけっきゃとな ってこういう感じ、びっくりした感じ、どけっきゃとなってこれですね。そこして、それから、お留守番をしてるっていう約束を破ってどっかに行く時は、どけっきゃっと どこに行くのっていう感じです。どこに行くの、約束したでしょっていう感じですね。どけっきゃっとな これ仕事わけわからなくなったの。ああ、ということで、ここはですね、マリンポート鹿児島です。いつもは桜島が見えるところに止めるんですけど、今日は止めないで、やっぱりあっちがいい？わかりました。じゃあ、やっぱり、リクエストがありますので、というのがですね、今日ちょっとね、桜島、自分が吐いた、桜島いつもずっと今、小さな噴火を繰り返してますから、噴煙を出してますから、それで霞んでる分なのか、今前方に見えるみたいに、向こうの
山が霞んでるのか知りませんけど、まあとにかく、白山じゃなかった桜島が見えるところに行ってみましょう。あ、行ってみようっていうのを、伊丹かーって言いますよ。桜島を見に行ってみてよ、見ようかーっていうのが、桜島見けいた、見けいた、ん？桜島を見けいたくっか、あれ、わからなくなりました。ないっけ？見けいたくっかですね。すいません。道はわからん上に、かご、ま、便宜わからんことだったり、どげんばったいかんですよ。ここいいですよ。今、クルーズ船は来ないけども、クルーズ船から降りた方が最初に目にする桜島は、ここからの桜島ですね。まあ、船の上からは別としてですよ。はい、定番の位置で20秒間止めさせていただけます。あ、ちょうど、タルメズフェリーが行きますね。緑のあれがタルメズフェリーです。タルメズフェリー。はーい。鹿児島いいとこですよ。はい、ありがとうございました。